校遅刻しちゃうよ。グーよし、髪の毛行ってくるわよ。じゃーん、これが私のシューズセットです。めっちゃかわいい。これは柔軟体操から始めるぜ。え、すごい。え、終わり。水色のピンとグラデーションになってる青のピンにします。昨日は一人で結ぶよ。だいぶ上手になったね。ぼっちよし、オッケーオッケー。お着替え完了。今日は双子コーデです。双子コーデ嬉しいね。じゃあ朝ごはん食べに行こう。うん、いただきます。美味しそう。あー、お腹いっぱい。お腹いっぱい。美味しかったね。うん、じゃあ学校行こっか。うん、よいしょ。よし、あ、え、時間やばいじゃん。しめ、すごい。よし、じゃあ行こう。行ってきます。行ってきます。すごいすごい。ただいま。ただいま。あ、疲れた。疲れたね。明日のしっとく。あ、ここそういえばテストだった。どうしよう。頑張んないと。あと、筆箱をお気に入り。よし、準備完了。シノも明日の支度。これ、じゃあ買ってもらった帽子。ここがたかとあるのよ。 あ、そうだ、明日図工あるんだ。帽子を決まってしまうでしょ。支度終わりました。今から宿題やります。都道府県の漢字練習をします。なんか邪魔なんだけど。シノの宿題は音読。クマさんが袋を見つけまし、長い鼻の一本道ができました。終わり。今からお勉強をします。じゃーん、見て、ポケモン。今日はこのポチピースマイパッドを使ってお勉強します。イエーイ。じゃーん、めちゃめちゃかわいい。ペンにピカチュウがついてる。めちゃめちゃかわいい。よし、じゃあやろう。シート、え、かわいいの。え、めちゃめちゃかわいい。じゃあ今日は美文字ドリルをやります。美文字ドリル、じゃあどれやろうかな。じゃあひらがなの練習しよう。ポチ。うわ、いっぱいある。じゃあシノのシからお名前練習します。美しくお名前を書こう。できた。お、花丸だ。ポイントいい。4個もポイント。ポイントやったー。今度はシノのの、さっきみたいに美しくお名前を書こう。できたー。きたよ。お、花丸だ。やったー。5個ポイント。今度はカタカナだから。カタカナ、わあ、いっぱいある。じゃあポケモンのポ。よいしょ。できたー。ポケモンのケ。できたー。お、花丸とも。3。よし、できたー。下からシュッ。できたー。3個ポイントゲットした。よし、じゃあ今日のお勉強おしまい。これで字綺麗になったわ。私はお友達にお手紙を書きたいので、可愛い字の練習したいと思います。じゃあお手紙。なんかいろいろある。じゃあ嬉しい、やります。切り替えをして、あ、可愛い。じゃあこの丸文字で書きたいと思います。い、よし、できた。オッケー。お、うだけできてなかった。できた。お、
まるまる。やった。え、丸文字の練習楽しい。じゃあカタカナの丸文字も練習しようかな。じゃあこのフォント切り替えで、お、え、かわいい。じゃあ名前書こう。できた。よし、できた。なんかかの形が面白い。お、なんかくねくねしてる。できた。お、やった。また花丸。イエーイ。じゃあ文字の練習はしまい。今日はピアノの日なのでピアノを練習します。お菓子ありがとう、しのより。あ、上手じゃん、おじい。あ、なんかさ、しのさ、前よりさ、じい上手になったんじゃない？え、ありがとう。昨日プチピースで練習したんだ。今日は習い事の空手なので今から行ってきます。行ってきます。えい。じゃあ下の支度しよう。よいしょ。図工を、あ、3時間目算数で、あと筆箱。よし、オッケー。よし、じゃあしのもやっちゃおう。そういえば生活あるんだ。生活準備 OK。 今からプチピースでお勉強します。今日は漢字練習をします。漢字ドリル。お、いっぱいある。よし、じゃあ1年生のやろう。こっち。お、めっちゃあるんだけど。じゃあ花っていう字、訓読み、花、音読み、かできるかな。違うよ。え、価値順が違うって言われた。じゃあもう一回。あ、ちゃんと番号見ないです。わ、できた。お、20割。今度はみんなでやってみよう。1、2、3、4、5、6、できた。こっち。お、20割。お、ポイントゲット。やった。次は学校の学。3。うまくできるかな。お、20割れだ。お、ポイントゲット。お、ポン。じゃあ私は難しい漢字の練習に挑戦したいと思います。美文字ドリル。じゃあ難しい漢字頑張るぞ。レンゲ、マンゴー。え、これ漢字で書けんの？え、じゃあ私レモン好きだからレモンにしようかな。レモン美味しそう。あ、難しい。あと1個。よし、できた。お、やった。全部はまる。やった。じゃあもう一回やります。じゃあバラやります。いや、難しそう。これ結構難しい。よし、あと1個。よし、できた。お、やった。また全部はまる。じゃあポケピースのお勉強おしまい。白と水色のワンピースコーデにしました。はい、先生。よし、じゃあ学校行こう。おっとっとっと。ただいま。ただいま。あー、おはよう。どっつー。明日の一個、おしまいよ。今日のおやつタイム。イエーイ。
にしよう。じゃあこれ私。これ。これ。おいしそう。今から2人でお使いしていきます。やった。今日はフルーツ買ってきてって頼まれたんだよね。うん。ついていきます。嬉しい、ほんまに。めっちゃ美味しそうだね。美味しそう、早く食べたい。今日は学校で漢字の宿題が出ました。やります。口、でも口、腹は治療練習したやつだ。なーな、できた。お花、昨日練習したのができて嬉しい。宿題をします。今からポケピーズタイム、イエーイ。楽しみ。今日は計算ドリル。計算ドリル。あ、ポッチャマだ、かわいい。まずは足し算から。なんかいろいろある。一番上の2桁足す1桁、こっち65足す3は、まず5足す3は8。68だ。68できた。お、20まで。1足す2だから3。あ、43。合ってるかな。お、20丸。やったー。今度は引き算。7引く3は4。だから54。できたー。お、20丸。41引く1は0で40。20丸だ。できた。よし、今日の算数のお勉強おしまい。それじゃあ私も計算ドリルやります。じゃあ掛け算やります。じゃあ3桁かける2桁やります。301かける14。4かける1は4と、4かける3は12。1かける0は0。よし、できた。やった。じゃあ次、318かける23。7。できた。あれ、6と2のところに×がついてる。ここが間違ってってことか。え、わかりやすい。よし、もう一回。ここが5か。ここが1だ。よし、できた。やった、できた。よし、じゃあ割り算もやってみよう。じゃあ3桁割る1桁やります。112210。あ、間違えた。2。よし、できた。やった。あ、またクリア。やった。じゃあ今日のポケピースのお勉強おしまい。今日は木曜日です。今日は白い T シャツとカラフルなケロッとスカートにしました。イエーイ。お気に入りです。ヘッドクローよー。よし、じゃあ行ってきます。行ってきます。ただいま。ただいま。昨日ポケピースでやったところだ。851÷4。なんか、よし、できた。え、なんか計算が早くなった気がする。ポケピースの時間だ。イエーイ。今日は英語をやるよ。ガチューだ。ポチ。かわいい。シノはアルファベット練習するよ。アルファベットいっぱいある。ピカチュウとかポッチャもいる。かわいい。発音A B C D。 A B C D。 できた。できた。お、丸。お、ポイントゲット。ローマにもやってみよう。じゃあシナの C って書いてみよう。あ、ピカチュウとピチュウだ。かわいい。できるかな。 S I。 できた。ポチ。お、花丸。ポイントゲット。じゃあ私も英語の勉強やっていきます。じゃあ英語ドリル。じゃあ私はスペル学習します。 I I E Y E。 よし、できた。あ、やった、花丸。 Nose E。 よし、できた。お、やった。 Mouse H。 できた。
やったお、やったじゃあ、ローマ字ドリルもやってみよう。あー、め、でしてきた。やったあー、か、でしてきた。お、また花丸。お、全部花丸だ。やったじゃあ、今日のポケピースのお勉強はここまで。今日は金曜日です。今日は黒ワンピース双子コーデにしました。イエーイ。じゃあ学校行ってきます。行ってきます。ママ、疲れた。よし、明日の支度をしちゃおう。よし、そうだ、明日習字あるんだった。じゃーん、これが私の習字セットです。ここにリボンがついててめっちゃ可愛いです。気に入ってます。よし、これでオッケー。シノは今から学校の宿題をやります。あ、算数だ。あ、6だ。 7-1 も6、 10-6 は4。シノ、一緒に遊ぼうよ。いいよ。何やるの？じゃあシノ、ダンスやろ。いいよ。なんか雨が降りやすくなる。大きい雲のことだよね。丸かな。丸。うっ、やった。正解だって。真夏日とは1日の最低気温が25度のことを言う。真夏日ってもっと暑いよね。バッツ。うっ、ピッポー。京都は大きさが5センチ以上のあられのことだ。こんなやつでしょ。じゃあバツかな。え、違うよ。マグナット、初めて知った。じゃあバッチリだね。グレットだって。お、ポイントゲット。え、何やってんの？天気の勉強してるんだ。あ、そうなんだ。これ理科の勉強だね。うちの理科を勉強しちゃった。ピーシ。じゃあ私も足型学習します。楽しみ。わ、かわいい。めっちゃかわいいんだけど。お、こっちにもいっぱいある。あ、食べ物屋さんがある。おいしそう。これは何だろう。お、ゲームクリエイターだって。え、シナ好きそう。で、これは花屋だって。これはアニメーターだって。面白そう。じゃあこれやってみよう。じゃあレッツゴー。ペイントニコマストーリー、アニメを作ろう。じゃあニコマストーリーにしよう。どんなストーリーにしましょうか。ストーリーお絵かき。じゃあ OK。 ストーリーを考えながら2つのコマに絵を描いてアニメを作りましょう。あ、ピカチュウ、ポッチャマ、ヒバニー、マホミル、あ、ニャスバーもある。じゃあピチュー新しく作る。え、かわいい。じゃあこれを、じゃあ電気描こうかな。じゃあ、あとここに太陽描こうかな。お、いい感じ、いい感じ。青で空を描こう。お、可愛くなってきた。じゃあ、あと草も描こう。草。おー、いい感じ。よし、できた。じゃあ2個目。2個目どうしようかな。雲を描いて雨を描こう。じゃあ水色でピチューが焦る感じにしよう。よし、できた。動かしてみよう。じゃあ再生。あ、すごい。いい天気から雨が降って困ってるピチューを描いたよ。お、やった。やった、バッチリだね。グレート。よし、じゃあ今日のお勉強しまーい。あれ、今日は土曜日か。土曜日だから椅子に遊ぼう。じゃあ先に行ってるね。ゆき、1階で遊ぼうよ。じゃーん。どんかー。今
ちゃうのそこに。そこからどうしても遊びたいの？ブラジル何体操から始めるぜ。シャキーン。今日もプチペースでお勉強します。イエーイ。今日もお仕事学習。お仕事学習。わあ。アイスクリーム食べたい。通訳何だこれ。動物飼育員だって。ハンバーガー屋。絶対やりたい。ハンバーガー屋さん、レッツゴー。お釣りを渡そう。デリバリーしよう。え、デリバリーがいい。じゃあまずお釣りを渡そう。お客さんにお釣りを渡しましょう。お釣りの金額通りにお金をトレイに乗せましょう。算数のお勉強なんだね。ドリンクをください。スタート。合計で160円になります。200円でお願いします。200円引く160円は40円。40円だから10円玉が4つだね。1個、2個、3個、4個、40円になったかな。できた。ピンポン、まるだ。すごい、さすがだね。え、パーフェクトだ、やった。ポイントゲット。じゃあデリバリーもしてみよう。注文が入りました。さあデリバリーにレッツゴー。プログラミングだって。頑張るぞ。コマンドを使って配達先にハンバーガーを届きましょう。ハンバーガーだって美味しそう。普通配達先まで届けよう。スタート。ここからここでしょ。1にはめて、じゃあこれで動かしてみよう。再生。あ、1個足りない。じゃあもう1個。自転車マークをここにやり直す。再生。さすがだね。パーフェクトやった。ポンポンポン。よし、じゃあ今日のお勉強おしまい。じゃあ私もポケピースでお勉強します。何にしよっかな。クリニックとか。え、なにこれ、通訳っていうやつ。え、面白そう。じゃあ私これにします。レッツゴー。英語でスピーチ、オンライン会議。じゃあまずは英語でスピーチ、プレゼンテーションを開始します。英語で答えましょう。英語の勉強なんだね。表示されたイラストにあった英語単語を3つの中から選びましょう。スタート。 What's this? What's this? これはケーキだからこれかな。ケーキ。あ、やった。正解。これはドーナツだからこれ。ドーナツ。やった。やった。お、パーフェクト。すごい、さすがだね。お、やった。じゃあオンライン会議、英語で会話しましょう。会話が成り立つのはどっちかな。スタート。 How is the weather today? あ、天気は何ですかって言うから It's sunny。 お、やった。 What day is today? これは何曜日ですか。 It's Thursday。 It's Thursday。 やった。すごい、さすがだね。パーフェクト。やったー。じゃあ今日のポケピースの勉強はここまで。今日は日曜日です。1週間ポケピースでたくさん勉強したので、貯めたポイントでポケモンたちの部屋の家具を増やしてあげたり、ポケモンにおやつあげたりして遊びたいと思います。イエーイ、イエーイ。頑張ってポイント貯めたから楽しみね。ポケピースハウス。うわー、え、でっか。可愛いお部屋いっぱい。じゃあこれにしよう。うん。あ、ぽっちゃま来た。ぽっちゃまだ。え、なんか手紙ある。本当だ。押してみよう。うん。ピッ。新しいスイーツが追加されたよ。だって。え、めっちゃ可愛い。ね。お、目がキラキラした。本当だ。なんかここに矢印ある。ね。押してみよう。ピッ。スイーツショップ。和菓子屋。ドリンクショップ。インテリアショップ。絵日記。じゃあインテリアショップ行ってみよう。うん。あ、すごい。え、かわいい。え、今126ポイント貯まってるね。うん。これなんだろう。床だって。え、床なの。かわいい。え、変えてみようよ。うん。8ポイントだって。やった。
ぽん、また来た。あ、床じゃない、もしかして。あ、来た来た。床がこの中に入ってるんだ。おお、やった。じゃあこれ、これ。おお、え、かわいい、かわいい。お、喜んでる。いい、壁紙回ってみない？うん、いいよ。お、8ポイントか。はい、うん、来た。早いね、届くの。おお、え、かわいい、かわいい、すごいね。じゃあ他は？うん、じゃあ他行ってみよう。ショップ、スイーツショップ。おお、いいね。ショップ。ゼリーは？あ、ゼリーにする。うん。おお、ちゃんと箱が違う。かわいい箱がね。あ、食べてくれてる。え、かわいい。やったー。ちゃんとお座りしてる。あ、ハートいっぱい。かわいい。え、やったー。他のお部屋見てみない？あ、いいよ。黄色お部屋。うん。あ、ピカチュウだ。かわいい。え、かわいいね。ピカチュウもお部屋変えてあげよう。うん。おー。おー。あ、テレビよ。これとかかわいい。じゃあ壁紙と床買おう。うん。おー。かわいい。かわいい。かわいい。おお、あ、かわいい。かわいくなった。ピカチュウに和菓子あげよう。うん。いいよ。じゃあこのお団子にしよう。うん。和菓子はどういう箱かな。え、違う。え、かわいい。袋に入ってる。和菓子食べてもらってる。やった、成功だね。うん。食べてる。テレビかよ。あ、テレビね。わー。え、え、え、なんか、キラキラしてる。すごっ。面白。面白い。ぽっちゃまにもなんか買ってあげない？うん。あー、入った。え、ぽっちゃま入れんじゃない？おお、やったー。え、かわいい。アイス食べれるんじゃないの？アイス食べれるね。おい、また来た。なんか来た。お手紙。お手紙だ。新しい家具が入荷したよ。え、すごい。え、ね。あ、ここか、お部屋か。ここから押してみよう。ヒバニーのお部屋が増えた。え、かわいい。増えるんだね。うん。ポケピースハウスめっちゃ可愛かったね。うん。ポッチも可愛かった。ハレママキッズ TV ということで、今日はね、ポケモン、ポケピース、マイパッドを使ってシノとレイカのね、2人のね、1週間のルーティンを撮ってみました。どうだった？ポケピースでいろいろお勉強とかできて楽しかった。ポケモンめっちゃ可愛かったし、お部屋も可愛くできて嬉しかった。なんかね、他にもね、もっとね、豪華になりそうだよね。うん、もっと家具増やしてあげたい。ポケモンポケピースマイパッドの詳細は概要欄のね、 URL からね、ぜひチェックしてみてください。してみてね。してみてね。最後まで見てくれてありがとう。グッドボタン、チャンネル登録、通知ボタン押してね。また